皆さんこんばんは、福音さん、福音喫茶を始めていきたいと思いますが、最初に歌いたい曲は、君は愛されるため生まれたという歌です。一緒に歌っていきましょう。愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている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 。今もその愛受けている。続けて教会福音賛美歌の56番、心を熱くして、Oh, how I love Jesus、 私がイエス様を愛しているその一つの理由は、イエス様がまず主が私を愛されたから、そのような、ことで主を賛美していきたいと思っております。熱い想い
命の光、すべてを捨てた愛、手を伸ばして光放て、あなたと歩む、それは素晴らしい、命の日々を歌っていきたいと思います。尽きることのない、あなたの愛が私を包む、あふれる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛、手を伸ばして光放て、あなたと歩む、それは素晴らしい、命の日々よ。突き抜くことのない、あなたの愛が私を包む、あふれる喜び、すべて
かあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛あなたと歩くそれは素晴らしい命の日々よ手を伸ばして光放ってあなたと歩くそれは素晴らしい命の日々よ続きまして「シャイン・ジーザス・シャイン輝け主の栄光」も歌っていきたいと思います。教会福音歌賛美歌の156番に入っています。愛の光輝き暗闇を照らし出す我が主イエスよの光自由を与える力命の御言葉輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵み甘めにこの地を生かしたまえ愛の光輝き暗闇を照らし出す我が主イエスよの光自由を与える力命の御言葉輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵み甘めにこの地を生かしたまえ輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵み甘めにこの地を生かしたまえ
よ。恵みを恵みを恵みを。
叫べ戦地よ歌え主の力と栄光山も海も震え皆のとどろき喜べ見てのわざを永遠に愛し使えるすべて今さるイエスのあすべて今さるイエスのあすべて今さるイエスの愛。メッセージの前にもう一曲、賛美を捧げていきたいと思いますが、同じくヒルソングの歌ですが、静まって知れ、スティルという歌を、久しぶりに歌っていきたいと思います。それでは今日もメッセージに聖書のメッセージゴスペルと言われているメッセージに耳を傾けていきたいと思っております。今日も例によりましてこのですねジーザスバイブルストーリーという本に基づいて旧約聖書の創世記から始めまして今やっと新約聖書に入っておりますがクリスマスの2回目の場面になります。マタイの福音書の2章あたりに出てくるお話がイラスト付きでまた子供にも分かりやすいメッセージになっております。まずこれをお読みしていきたいと思いますが王様の中の王様という題が付けられています。
3人の博士たち、マタイの福音書2章から。遠い遠いある国のある東の国で、博士たちがひときわ輝く星を見つけた。イエス様がお生まれになった時、神様が夜空に見たあの特別な星だ。きっとあれは印だ。神様が、王様がお生まれになった印に違いない。博士たちはこの星をずっと待ち続けていたのだ。いつかこの星がきっと現れると信じて、ついに お生まれになったのだ。みんな口々に言った。この日がとうとうやってきた。もしみんながそこにいたら、夜明けまで笑い、歌い、踊る3人に付き合わされただろうね。朝早く3人は旅に出る支度をした。荷物をラクダに乗せ、大切な贈り物を大事にしまった。光り輝く黄金、良い香りの持つ薬、乳香、どれもこれも王様にふさわしい贈り物ばかり。立派な装いの3人の博士たちは、準備ができると早速出発した。ラクダに乗り、果てしなく続く砂漠を越え、山道を登り、深い深い谷を下り、流れの速い川を渡り、どこまでも続く草原を行き、昼も夜も何時間も何日も何週間も何ヶ月もとにかく旅をした。オンザロー、そしてようやくたどり着いた。エルサレム、エルサレムの都。エルサレムはその辺りでは有名な町で、王様の住むお城もあった。王様がお生まれになったのだからと、当然博士たちはまずお城に向かった。ヘロデ王様にお会いしたら、新しい王様のことがわかるだろうと思ったからだ。ところが王様は何も知らない。それどころか新しい王様という言葉が気に入らない。私以外に王様がいるものかと思ったからだ。ヘロデ王様の大臣が聖書にある話を3人に教えてくれた。神様が生まれてくる新しい王様について何と言っておられるか。ベツレヘムに行きなさい。そこで新しい王様としてお生まれになった方が見つかるでしょう。突然星が動き出した。ふるさとの東の国で見たのと同じ星だ。まるで3人の道案内をするかのように。それで3人は後についてエルサレムを出てベツレヘムにやってきた。ベツレヘムの豪華な家が並ぶ通りを進けた。どんどん裏寂しく、みそぼらしい町外れに進んでいく。そしてとうとう一軒の小さい家の前に止まった。とてもお城と言えるような門構えではない。番兵も召使いもいない。旗も赤い絨毯も王様のお出ましを知らせるラッパもラッパ吹きもいない。道は他でもない、このみそぼらしい、道を間違えたのだろうか、それとも神様が導いてくださったのは他でもない、このみそぼらしい家なのか。もちろんそうだった。その小さな家の中にはお母さんの膝に抱かれた幼いイエス様がいた。とうとう見つけた、王様となられる子。3人は小さな王様の前にひざまずいた。美しい帽子や輝く冠を取ってお辞儀をした。そして目を見張るばかりの贈り物を差し出した。こうしてずっと前からの神様の計画がこの3人の博士たちを導いた。この小さな町の小さな家の小さな王様に、神様がダビデに ずっと前に約束した通り、でもこの子は今までに見たこともない新しい類の王様だ。天国で王子だったこの方は、この世界の貧しさの中にお生まれになった。何でもできる神様なのに、大人の助けが必要な小さな子供としてお生まれになった。この小さな王様がこの世界に来られたわけ、それは私たちを従えるためではなく、私たちに仕えるためだった。今日のところは、このところまでですが、実際の聖書をお持ちの方は開いてみていただけたらと思います。新約聖書の一番最初のマタイの福音書です。
マタイの福音書というのは一章を開きますとですね、最初にこうカタカナがずらっと並ぶそういうところが出てきますので、そこでつまずいてしまう方も多くいるかと思いますが、しかし、そこには深い意味があります。カタカナが並ぶケースはイエス・キリストのケースでありまして、アブラハムから始まってダビデを通して、そしてイエス・キリストに至るケースです。その中には特別な4人の女性の名前が出てきますが、タマルによって、ラハブによって、ルツによって、ウリアの妻によってと、コメントされている、そのようなところです。タマルというのは、勇者の装いをして、近親相姦をした女性でありますし、ラハブというのはまさしく勇者でした。そしてルツというのは異邦人の、女性でありましたし、ウリアの妻というのはまさにウリアさんという方の、奥さんであった方でありますが、その、ウリアの妻にダビデを通して、不倫の関係、浮気の関係の中でソロモンが生まれてくることになります。そしてバビロン移住と記されているのは、皆さん、テレビをたくさんご覧になる方はエグザイルというのを聞いたことあるかと思いますが、エグザイルというのはバビロン捕囚のことでありますけれども、イスラエルの人たちがですね、神様の言うことを聞かないで、ずっとこれでも悔い改めない、これでも悔い改めないという中で、もう神様の知ってはいけないということをやり続けて、その結果神様の怒りを買って、町は廃墟となってですね、エルサレムの焼け野原となり、そしてバビロンという外国の国に強制連行されていった、そのような歴史であります。無条件降伏をして強制連行されて遠く離れた異国の地に行っていた時代もありましたが、そのケースの中でやがてクリスマスのマリアの夫ヨセフが生まれ、そしてキリストと呼ばれるイエス様はこのマリアから生まれることになりました。イエス様が生まれたクリスマス、そこから少し2年ぐらい経った時だったと言われますが、マタイの福音書2章をご覧くださればと思います。2章の1節から最後の23節までお読みしたいと思います。私の読む聖書は新改訳聖書の第3版というものですが、日本語の訳にはいろいろな訳があります。リビングバイブル、口語訳聖書、文語訳聖書、新共同訳聖書、また新改訳聖書とありますが、どれを読んでいただいてもよいかと思います。新改訳聖書でお読みいたします。ちなみに新改訳聖書はこの秋に新しい聖書が、新しい最新の訳の翻訳が出版されるということであります。聖書に興味をお持ちの方はぜひお買い求めになって、今ですね、申し込むと消費税分ぐらいで400円ぐらい割引になるということなんですけども、まあ、400円ぐらい割引になっても仕方がないという人はですね、また後でゆっくり買ってみていただきたいと思います。マタイの福音書2章の1節から、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の腰を見たので拝みに入りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかをと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのか。だからそこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて
黄金、乳香、もつ薬を贈り物として伝えた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフが立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エリミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き、叫ぶ声。ラケルはその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデは死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだが、これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。聖書の箇所は以上です。短く祈ります。心を合わせていただけたら感謝です。天のお父様、6月最後の金曜日の夜を迎えております。明日から7月に入りますが、今年1年のこの前半の6ヶ月の歩みをここまで守り導いてくださったことをありがとうございます。神様、忙しさの中でその時その時しなければいけないことに翻弄されて、時にしなければいけないことを忘れてしまったり、またすっかりと約束をすっぽかしたり、またさまざまな形で、仕事が遅れてしまったり、また神様、さまざまなことがあったことを覚えます。しかし主の憐れみによって今ここに、生かされていますことをありがとうございます。どうか主よ、この週の後半、に入っておりますし、またこの年の後半に入ろうとしておりますが、神様、権勢によらず能力によらずあなたの霊によってとおっしゃる、そのあなたの御霊を豊かに注いでください。そして主よ、ぶどうの木であるイエス様、あなたにいつもしっかりと結びつき、そして神様、あなたからいただく、愛と力と知恵によって、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄えると約束されている、流れのそばに植えられた木となることができますように。主よ、いつまでも残る信仰と愛と希望と愛、その3つの実を実らしていくことができる私たちとしてくださることをお願いいたします。神様、今から聖書の御言葉に耳を傾けていきますが、聖書の言葉が時間と空間を超えて、時代を超えて、文化の壁を超えて、今ここに生かされている私たちの一人一人の心に響きますように、聖書の言葉が生ける神の言葉として私たちの心に響いてきますように、どうぞ主よ、聖霊なる神様が語りかけてくださることをお願いいたします。主を語りください。主の声は聞いております。愛する主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書2章の1節をもう一度ご覧ください。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったとあります。東方の博士たち、彼らは外国にいた人たちでありますが、おそらく星占い、占星術をしていたような方でありまして、
日頃から天体観測をしていたと思われますが、特別な光る星を見つけまして、その星を頼りにはるばる旅をしてエルサレムにやってきます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。星に導かれて星並みを通して、彼らははるか2000年ほど前の時代に長旅をしておりました。しかしその旅が、かなり不穏な、ものを、一石を投じることになりました。それを聞いて3節、ヘロデ王は恐れ惑ったとあります。恐れ惑う、それはヘロデ王の心の中に石がポチャーンと、入れられてですね、そのヘロデ王のこの心の中の泉、そこにですね、水が、かなりさざめが立ったというところです。えっというですね、外国の要人がですね、来てユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいるかと、自分のことはさておいて、そのように、そのような新しい王に謁見を求めてきているというのです。自分のことはさておいて、正式な外国の人たちが自分のことを正式な王として認めずに、他のものを王としているということに恐れを惑うのです。これは権力を、地位や名誉を手にしている人にありがちでありますが、この自分のその地位や権力や名誉を脅かす者に対して、非常に敵意や殺意や妬みや怒りを覚えてしまうというところです。ライバル意識と言ってもよいかと思いますが、ヘロデ王の心は、さざ波が立ってですね、ざわざわとざわついてしまって、そして恐れとともに戸惑いが生じていきます。そしてエルサレム中の人も王と同様であったと、その王様の心のざわめきはエルサレム一帯の人々の心に響いていきます。それもそのはず、このヘロデ王という方は権力に物を言わせて、疑い深い人は皆殺している、今でいうと凶暴罪のようなものが、もうその即刻、実践されましてですね、疑いを持っている、その王様の権力、王様の体制を脅かすものがあるならば、徹底的に家族であっても親族であっても皆殺しにするというほどの恐ろしい、この疑心暗鬼に満ちていた王様でありましたので、そのような、恐れがエルサレム中の人たちに、伝わっていきました。それでも王様は、民の長老たち、学者たちを集めて、キリストはユダヤ人の王はどこで生まれるのかと問いただしていきます。当時の学者中の学者を集めてですね、ブレインをみんな集めてですね、そして、ブレインストーミングをして、この、非常に特別な会議をしてですね、キリストは一体どこで生まれるのかと問いただしていきます。旧約聖書に精通していた彼らは王様に言います。五節のところですね、五節六節を見ると、欄外の中のところにミカ書参照とありますけれども、旧約聖書の預言書の一つにミカという預言書がありますが、そのミカ書から、引用してきまして、彼らは、懸命に答えます。キリストはどこで生まれるのかとあなたは問われましたね、王様。ユダヤのベツレヘムです。預言者たちによってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番の小さくはない。私の民がイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。昔も今も人々は、住みやすい平野の地方、そしてそこに都市を作って、そこに固まって住んでいたと思われます。このエルサレムという場所はですね、世界の当時の中心的な場所でありましたが、そこではなくてベツレヘムという少し離れた片田舎、そこでキリストは生まれると言われているのです。日本で言うならば東京ではなくて、地方の片田舎の場所にキリストは生まれると予言されていた。都心ではなくてメトロではなくて、首都ではなくて、外れた地方の場所、田舎の場所、そこにこそ神様は特別な人材を輩出するということがあったのです。まさに世界の王として来られる方、
ユダヤ人の王だけでなくて、全世界の王として来られる、全世界の救い主キリストである方は、エルサレムではなくて、その当時の世界の中心、首都ではなくて、少し離れた片田舎の穀倉地帯、畑ばっかりのですね、小麦とかですね、そういうものが植えられて、パンの家と言われるそのベツレヘムで、キリストは生まれると予言されていたのでありました。ですから、ユダの地ベツレヘムよ、あなたたちは決して一番小さくはないよ。決して地方だ、田舎だと言って自分たちを卑下する必要はない。今は若者はどんどん、地方からですね、流出してしまって、おじいちゃんばあちゃんだけしかいないかもしれないけれども、しかしそこから世界をひっくり返す人材が起こるんだから、あなたたちは決して自分たちを一番小さく思う必要はないよと神様は励ましてくださっています。都市でもなく地方から、世界が変えられていくということが言われています。7節、そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めます。そしてヘロデはもともらしいことを言って、この博士たちをベスレムに送って調査をさせようとします。こう言って彼らをベスレムに送ります。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせに帰ってきてもらいたい。私も行ってその王とやらを拝みたいから、拝むから。そのようにしてこのヘロデ王様に見送られて、東方の博士たちはですね、さらに旅をすることになります。ベツレヘムのところに向かっていく人たちがいます。マタイの福音書2章のメッセージを味わっておりますが、2章の9節ご覧ください。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。神様は本当に全知全能の方ですね。星でさえも動かして、星並みを通して目的地周辺です。ここですよ。救い主がお生まれになって今いらっしゃるところはここなんです。この星に導かれてここまで来てください。そのような形で星を導くことを通して、星によって人々を、東方の、博士たちを救い主のところに導いたとあります。10節、その星を見て彼らはこの上もなく喜びます。神様は本当に生きて働かれる、このような私たちに本当に確かな導きを与えてくださる、本当にありがたいことだということで、一つの家に入っていきます。片田舎の家の中です。ここはもうすでに家畜小屋ではありません。イエス様が生まれて、おそらく1年2年近く経っておりますので、家に住んでおりました。2章の11節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して生まれた。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。皆さん、クリスマスという意味をご存じ、意味が分かりますか？クライストマスと言いますが、イエス様を礼拝する、それがクリスマスの意味です。礼拝するのです。拝むんです。そして拝むということには、礼拝ということには、何か大切なものを捧げるという行為が伴います。大切なものを何も捧げないで、ただ礼拝をする。それは、この実質の伴っていない形だけの礼拝でしょう。例えて言うならば、例えが悪いかもしれませんが、日本人はよくですね、神社に行って、お賽銭を投げつけてですね、五円玉とかを投げつけてですね、これを願いを叶えろと言ってですね、神様にお願いをいたします。しかし、それはですね、本当に心のこもっていない形だけの、この拝むということを言わないでしょうか。博士たちの礼拝の行為を見てください。まず、ひれ伏して拝んだとあります。軽く頭を下げたとかですね、そういうことではありません。本当にひれ伏して、もうすべての全身全霊を使って、その体を持って、その心を表そうとします。完全に服従して、完全にひれ伏して、その方を全身全霊を持って拝む。それはまさに贈り物として捧げるという次の行為に現れているということです。それはまさに自分自身をその方に捧げるというような行為であったと思いますが、それがその宝に表されています。
それぞれに宝の箱を開けますと、黄金、金の延べ棒みたいなのがたくさんあったでしょうか。黄金、そして乳香、高価な香りのする乳香、そしてもつ薬、いずれも高価な、本当に高価な、贈り物ですが、それを惜しげもなく、その宝を惜しげもなく、値打ちのある、まだ蓋を開けてないような、この新品をですね、この特別に性別して、彼らは、王なるイエス様にひれ伏して礼拝を捧げて、そしてその贈り物を捧げていくということがあります。クリスマス、それはキリストを礼拝するということでありますが、まさにこの、博士たちは、ひれ伏して拝む、なおかつ大切な宝物を捧げて、本当に大切なものを、捧げるという行為を用いて礼拝を捧げていきます。関連して礼拝ということですが、使徒パウロという人物は、ローマ人の手紙の、ところでですね、礼拝について、こんなことを語っています。ローマ人の手紙の、12章の最初のところですね。あ、ごめんなさい、ちょっと開いてみましょうね。12章の最初のところですが、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。霊的な礼拝、スピリチュアルな礼拝というのは、自分自身の体を生きた供え物として、生きたお供え物として自分自身を神様にお捧げする、それがスピリチュアルな、本当の意味でのスピリチュアルな霊的な礼拝だと言われています。あるいは、最もふさわしい、最も理にかなった、一番、素敵な礼拝というふうに訳すこともできます。パウロは強制的にねばならないとかっていうことではなくて、こうしなさいという命令でもなくて、お願いをしています。こういうわけですから、そういうわけですから、兄弟たち、姉妹たち、私は神様の憐れみのゆえにあなた方にぜひお願いしたい。ぜひぜひお願いしたい。どうかこれをしてほしい。強制ではない、命令でもないけれども、ぜひこれをやってほしい。あなた方の体を、あなた方の体をお供え物として神様に全て捧げてほしい。それこそあなた方の一番素敵な礼拝なんだよと言われています。そうなんですね。わずかばかりの献金を捧げる、それは実は本当の礼拝ではないんですね。10分の1献金を捧げる、それはかなり礼拝の心が込められてくるかと思います。しかしそれでも不十分です。自分自身を神様に 100% お供え物として捧げていく、自分の残りの生涯、自分の命、自分の人生を全部、時間もお金もまた全てを神様の前にお捧げしていく、それが聖書が言っている神様が喜ばれる礼拝ですね。神様って本当に全世界の全宇宙の中でも最も素晴らしい方なんですから、その方に最高の礼拝を捧げるというのは最高にふさわしいことであります。偉い方ほど、偉い神様ほど、偉い、もう本当に素晴らしい贈り物を捧げるべきでしょ。なんか、はした金とかですね、なんか、お小遣いの残りとかですね、あるいは、大したことがないような宝物をいくら捧げても、それは神様に喜ばれないとか、神様を侮辱していることになるかと思います。この、3人いたかどうかわかりません。東方の博士たちは、とにかく、この幼い1歳か2歳ぐらいのイエス様を、本当に全身全霊を持って礼拝するのです。その子が赤ちゃんだからとかですね、自分よりも年下だからとか、まだ子供だからといって見下げたりいたしません。むしろ自分たちを本当に身を低くして、砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持って、本当にこの方こそ全世界の王である、全世界の救い主である、というその信仰を込めてひれ伏して拝みます。そして自分たちがはるばる重たい荷物を持って、お宝を持って旅してきたんですが、そのためにこそ旅をしてきたんですよ。巡礼です。礼拝のための旅です。長い旅、時間をかけてお金を払って、本当にですね、このかなりのですね、命をかけて、旅してきたんですが、まさに命がけの旅は、命をかけてこの方を礼拝するための旅でありました。イエス様という方はそれほどの、
素晴らしい最高の礼拝をお捧げするのに最もふさわしい方です。適当ないい加減な神様ではありません。最も素晴らしい、最も美しい、最も秀でた神でありますから、その方に最高のものをお捧げできたらと願います。それから夢でヘロデのところへ戻るかという意味を受けたので、別の道から自分の国に帰っていた。夢を通して神様はお告げをなさるということを昔も今もなさることがあります。皆さんも、特別な夢をあるときに神様から与えられるかもしれません。そのようなときにはですね、本当に大きく人生が変えられてくるということもあり得ると思います。今まで自分が本当に分かっているけどやめられなかった、こんなことしちゃいけないと思っているのについついやり続けてですね、だら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 とそれに流され続けて、そして、いつも負け続けて、誘惑に負け続けている、そんな、せっかく信仰を持ったけれども、勝利を得ていない人生が多くあります。しかし主はやがて、皆さんの人生に大きな転機を与えてですね、ターニングポイント、転換点を与えて、それまでのあなたとそれ以降のあなたが別人のように変えられていくということが起こり得ると思います。この前話を聞きましたけど、ある方はですね、もうヘビースモーカーで、もうとにかくもう若い時からもう何十年とタバコを吸いまくってきたという人がいました。ところがあることが起こってですね、今その方はぴったりとタバコをやめることができていてですね、もうなぜタバコを吸っていたのか、もうイラ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 とかしてですね、もうイラ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 するからもうタバコ吸わずに折れない、ということだったんですけども、もう今はそういうイライラがなくなってしまったので、タバコを吸う必要がなくなってしまったということで、その方はですね、本当に、非常に健康的に生き生きと、生活されている姿がありました。皆さんも今はヘビースモーカーかもしれません。あるいはさまざまなものに、囚われて分かっちゃいるけどやめられないという奴隷の、快楽の奴隷になっていたり、物欲の奴隷になっているかもしれません。あるいは人の目の奴隷かもしれません。親の奴隷のようになっているかもしれません。しかしやがての時、あなたを解放してくださる神が働かれる時が来ると思います。夢でヨセフに見つかり天使が現れてこう言うのです。立って幼子イエスさんとイエス様とその母を連れて、マリアさんを連れてエジプトに逃げなさい。そして知らせるまでそこにエジプトに一時逃れていなさい。ヘロデがこの幼子イエス様を探し出して殺そうとしています。そうです、イエス様は生まれた時から殺されそうになっていたんです。十字架の場面だけではありません。もう生まれた瞬間から命付け狙われて、いつも殺されそうになっていた方です。だからいつも逃げなければいけなかったんです。特に幼い時にはお父さんお母さんに連れられて逃げなければすぐに殺されてしまっていたことでしょう。そこで14節、ヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き。そうですね、善は急げという言葉がありますが、彼女たちは、その一家はですね、朝を待たずに夜のうちに荷物をまとめて、そして夜逃げしていきます。時に神様がおっしゃる時にはですね、夜中であっても旅立ちをしなきゃいけない時があるかと思います。そしてエジプトという国にイエス様とそのお父さんお母さんが行きまして、ヘロデ王様が死ぬまでそこにいました。イエス様が、そこに行ったのは預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであったということがあります。神の言葉は出来事になります。神の言葉は時が来ると必ず成就します。そのことを聖書は繰り返し語っています。この聖書の言葉が神の言葉であります。16節を見ると、クリスマス前後に実は非常に血生臭い恐ろしいことが、起こった、集団殺人事件が起こったということがあります。そのうちヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間からありだした。今も昔も、神様なぜですかと問わずに折れないような非常に悲惨な殺人事件とかいろんなことが起こります。2000年前も同じでした。2歳以下の赤ちゃんがみんな男の子であれば皆殺しにされたんですよ。せっかく生まれてきてもうすぐよちよち歩きをし始めて、もうすぐ
この、というような時に自分の首が座って、寝返りが打てるようになって、そしてハイハイができるようになって、そして、よちよちができるかできないか、そのような男の子が全員殺されてしまったという悲しいニュースがあります。エレミアを通して言われたことが成就しました。18節、エレミアの中にこんな嘆きの言葉があります。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないから。もう放っておいてって言いたくなるような、慰められることも嫌っていう場合があるかもしれません。それは大切な子供や大切なものを失った時の私たちの心境ではないかと思います。誰もその人を慰めることができません。しかし神様だけはそのような痛みや苦しみをご存知だということをぜひ知っていただけたらと思います。やがてヘロデ王様が死に、そして夢でお告げを受けて、そしてイエス様とその家族はイスラエルの地に戻ってきますが、それでもまだ、ヘロデ王様の、後の王様がですね、また、残酷な王様だからもう少し離れていた方がいいということで、ちょっと北の方のガリラヤ地方、ガリラヤ湖のある地方のナザレというところに行って、イエス様は幼年時代を、少年時代をまた青年に至るまで過ごしていくことになります。そのことからイエス様はナザレ人ということにいうふうに言われるようになりました。今日ぜひ覚えていきたいのは、このイエス様という方は私たちの王様でもあるという方ですね。そのことを覚えていきたいのです。すべての人の心の中にはその人の王様が座る椅子があります。心の中に、心の真ん中に、自分自身が多分座っているかと思いますが、まあ、それが自己中心な人、自己中な人ということですが、心の王座に自分が座っている人は自分を王様として生きている人です。自分が一番偉い人、そして誰かは自分の召使い、自分の、嫌なことはやらない、好きなことだけやる、それはまさに、自分が王様になっている証拠でしょう。そして、自分のことは棚に上げて人をああだこうだと文句ばっかり言ったりですね、批判したり悪口を言ったりする、それはまさに自分が王様になっている証拠です。そういう人、心の中に自分が真ん中にいる王様はヘロデ王様とあまり変わりません。ヘロデ王様も自己中心であったからこそイエス様を恐れ惑って怖がって、そして殺そうとしたんです。自分が王様なんだから他の王様は必要ない、自分のその存在を脅かすような存在は消えてほしいということでイエス様を殺そうとしたわけです。実は皆さん、ユダヤ人だけでなくて全ての人がイエス様を十字架につけて殺そうとしたその理由がそこにあります。私たちは神様として、自分が神様として生きたいんです。自分が王様として生きたいんです。だから本当の神様が邪魔になるんです。ヘロデ王様は残虐でした。しかしそれは全ての人の残虐さでしょう。私たちは自分が何をしているか分からずに、王としてお生まれになったイエス様をやがて十字架につけて殺していきます。こんなやつなんか死んでしまえ、こんなやつなんかいなくなってしまえ、こんなやつなんかもう殺せと言ってイエス様を十字架につけていく恐ろしいものになりました。そこに罪というものの恐ろしさが現れています。罪というものは神様を神様とすることを嫌がって自分が神様になりたいということです。神様を心の座の中心に置くことを嫌がって、神様を自分の王様とすることを嫌がって、自分がいつまでも王様として、自分の思い通りに生きたい、それが聖書の語る罪です。お金も自分の思い通りに使いたい、時間もお金のもうですね、全ての人との関係も自分の思い通りに自分の好き勝手に使いたい、私の人生だから何が悪いの、これは私のお金なのよ、私の時間なのよ、私の人生なのよ、私の命なのよって言って多くの人が自分勝手に生きています。しかしそれは本当はあなたの人生ではありません。神様の人生であり、神様の時間であり、神様のお金であり、神様の命です。一時的にあなたに信頼して託されているものでしかありません。私たちはヘロデ王様のような残虐さを牛に秘めておりますけれども、しかしぜひですね、この東方の博士たちのように心をイエス様に明け渡して、
イエス様を心の王座にお迎えしていくような、そのような形で真心を込めた本当にひれ伏して礼拝をしていく、そして自分の一番大切な自分自身でさえも神様にお捧げしていく、そんな礼拝者となっていくことができたならば、それこそ私たちが作られて生まれてきて生かされている存在目的そのものになってくるかと思います。イエス様は、あなたの王としてクリスマスにお生まれくださいましたが、それは、本当にあなたの心を、希望で満ちた、素晴らしい神の国に帰るためでありました。最後にまたいつも歌っている歌を歌っていきたいと思いますが、 God bless you、神様の祝福がいただけますようにという歌ですね。これを歌っていきたいと思います。神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ、喜びあふれるように私は祈ります。 God bless you、宣伝をして終わっていきたいと思いますが、日曜日はぜひ一緒に礼拝に集うことができたらと思います。十字架の掲げられている最寄りのキリスト教会にぜひ足を運んでみてください。私たちシートキリスト教会では朝10時半から夕方4時から、また夜は8時から9時、3回ほど礼拝を持っています。スイートドットチャーシュドット JP もチェックしてみてください。ここに来られていない方もいつも地図を紹介していますが、一番近い駅は東武動物公園の駅です。東武スカイツリーライン、東武線ですね、日光線、伊勢崎線に分かれるところです。東口から出て、そして古利根川を、古川橋を渡ると古利根町に入ります。そして川沿いに行って、約10分でですね、杉戸高校の横、お蕎麦屋さんの斜め向かいですね、旧日光街道の、ところに、白い箱型の、教会があります。昔、アイジェンというですね、幼稚園をしていたので、アイジェン卒先生の方とかですね、その関係者もまた訪ねてくださればと嬉しいと思います。以上で、福音キリストを終わっていきたいと思いますが、この週末から新しい週に向けて、皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように、ありがとうございます。